はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、2018年の3月7日にですね、急性骨髄性白血病と、診断されてからですね、2年が経ちました。その日から入院してですね、抗がん剤治療が始まって、8月に骨髄移植をしまして、12月の末に退院しました。退院したもののですね、すぐには働きに行けずに、現在に至ってもね、月に1回の通院でお薬を処方してもらっての自宅療養中でございます。簡単にまとめるとですね、生きてまーす、元気でーす。いやー、本当にね、見た目と気持ちだけはね、めっちゃ元気なんですよ。ほんまにね、早いもんで、ね、2年経ちましたよ。ほんで、糖尿病生活がね、3年目に突入しました。ね、ほんまに病気があってね、思われるぐらいの動画投稿をしているので、疑いの目で見られててもね、おかしくないんですけどもね。しかしね、素人ではよくわからない、病院の先生らしかね、わからない、体の中のですよ、状態をですね、数値化されているのがね、あるんですけども、それによりますとですね、先生からしたら、まだまだ完全体ではないと言われます。前回のね、2月の通院の時なんかね、血液検査の種類でね、その検査結果にね、3週間ほど時間がかかるやつがあってですね、2月の通院で1月の検査結果が分かる種類があるんですよ。で、それのことに対して、1月の検査結果の結果がですがね、白血病細胞がまた出てきてましたと言われました。白血病細胞って出てきたあかんやつなんですけども、ちょっとだけね、出てきてたみたいなんですよ。ね、2月の結果はまだわからないので、次回に教えてもらえるんですけども、1月というのはちょうどね、1年前、2019年の1月に知ったその血液検査の時でもね、その白血病細胞がね、再び出てきたということがね、あったので、ちょっとビビってたんですけども、免疫抑制剤というお薬をね、調整してもらうことでですね、白血病の数がまた減ってきて、一安心をしてたんですよ。ということがあったんで、今年のその1月のね、白血病細胞の状態もですね、きっと免疫抑制剤の調整で回復できると思っています。思ってるだけなんですけどね。その白血病細胞がね、その増えてきたのは事実なんですけども、その基準値というのがね、ありまして、その基準値以下の増減、この基準値以下の中のこのアップダウン、増減ではですね、再入院とか再治療、再移植がね、しないようです。患者さんもね、体自体の負担があるけども、免疫抑制剤の調整で、経過観察をするようです。で、負担があると言いましたけどね、その GVHD というね、移植変態宿主病というね、骨髄移植のね、副作用みたいなものがね、あるんですけども、それがね、免疫抑制剤で抑えられていて、副作用の症状がね、出にくくなっています。その副作用の症状というのがですね、粘膜障害、臓器障害、下痢嘔吐、ね、体の様々な箇所に、ね、障害が出ます。それらを抑えるために免疫抑制剤を飲みます。しかしね、その状態ではね、白血病細胞がね、増えてしまうことがあるんですよ。でもそうなってしまうとですね、大変なんですよ、すごいね。免疫抑制剤を減らすとね、副作用の症状がね、出てきますけども、同時にですね、GVL 効果、移植変態白血病、リンパ腫効果というね、骨髄移植後にね、ドナーさんからもらったね、細胞、リンパ球なんですけども、がね、増加して、免疫反応によって患者さんの体内に、ね、残っている白血病細胞をね、攻撃し続けて、排除することで、再発を抑え込み、最終的に完治に至るものと考えられています。という見込みがありますので、免疫抑制剤をね、飲み続けてって、その効果がね、見られないのも意味がありません。ちょっと難しいですけどね。
なのでね、粘膜障害、臓器障害、下痢、嘔吐というね、副作用がね、出てくるのをね、覚悟して、免疫抑制剤を調整してもらって、飲み続けなければなりません。っていう生活をね、骨移植をした次の日から数えてもう1年半以上続けております。まあね、そんな感じでね、免疫力がね、低下しているので、生物はね、かれこれ、2018年3月7日からね、その抗がん剤治療を始めているので、2年間は食べてないですね。お酒も飲んでません。ね、お刺身、お寿司、生肉、ユッケ、レバーとかね、生レバーとか大好きなんですよ。お漬物も好きだしね、キムチでしょ、大根キムチ、白菜キムチとかね、美味しいですね。あとね、梅干し。僕はどっちかというと甘い梅干しが、ね、蜂蜜の梅干しが好きなんですけども、そんなんも食べてへんし、卵かけご飯のね、TKG ってね、今言うんでしょ、そんなんもね、食べてません。ひたすら我慢してます。入院中はね、限界が来て、先生にね、何回も何回も、あれ食べていいですか、これやったら食べていいですかってとかね、聞きまくっててね、いやー、まだダメですね、ちょっと我慢してくださいとね、食事制限を設けられてる中、少しずつですけども、まあ、OK なものがね、出てきてましたけども、食べれるものといえばね、今もその頃と変わらずです。もう慣れましたけどね、まあ、食べたかったものをね、食べれなくても、まあその今ね食べれてるものの中でね美味しさをね味わうことができてますので、まあまだまだ幸せな方やなとね思います。あとね、まあツイッターでね仲良くしてくれてるその同じ悩みの人たちの病気の人たちとかね状態などをね伺ってますとですね、まあ、個人差はありますけど、まあ、回復されてね働きに行っている人たちもいたらですね、まあ、僕のようにまだまだ自宅療養されている人たちも、ね、おられます。まあ中にはね、生物解禁とかね、回転寿司に行ってきましたとかね、ツイートされてる人もね、いててね、もう嬉しくてね、おめでとうってね、声をかけましたね、ツイートしましたね。まあその他ね、体の運動面のね、機能についてもですね、まあ徐々にね、回復はしてきてるんですけどね、まあ、ついついこう、筋トレとかね、やりすぎるとですね、まあ、すぐね、筋肉痛にね、なるしね、柔軟体操もね、やりすぎるとね、筋っていうかね、こう伸ばしすぎてね、こうやって、うーって伸ばすでしょ。ほんならね、ここがね、ビリビリって言って、ね、痛くなるんですよ。で、痛たたたってなって、こう戻しても、ああ、しばらく痛いな、やるんじゃなかったなってちょっと後悔することとかね、あるんですよ。まあ、そういった面ではね、まだまだ優しくせなあかんなって思います。まあ、ということでね、3年目に突入しましたけども、まあ、退院してから変わったことといえばですね、免疫抑制剤の量が変動しているのと、まあ、それによって症状の出方が違うぐらいです。まあ、ただね、それの出方がね、毎日違うので、毎日ね、悩まされてます。まあ、同じようなね、似たような症状なんですけどもね、まあ、昨日は出てたけど、今日は出てなかったりとか、まあ、さっき出てたけど、今は出てなかったりとかね、いろいろです。で、今現時点ではね、僕今、ちょっとこっちの目がね、シパ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 してね、おかしいんですよ。で、こう、グッて目開けてもいいんですけど、すぐなんか、ファーってこう乾燥してくるしね、花粉のせいでもあるんかなと思いますけども、今はそんな状態がね、続いてます。でもね、光が眩しいのもあるんですけどね、口の中もすごい乾燥するからね、前に比べたらマシなんですけどもね、まあ、そんなんがね、続きます。まあ、ほんまにいろいろあるんでね、まあ、そんな症状と戦いながら、3年目も頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。